こんにちは、吉井博之です。この情熱事業、年内最後の事業になります。今年1年を振り返って、土壌野田内閣がいかに日教組を重用したのか、これは現在の内閣の人事を見れば明らかなことであります。そしてその日教組が増長し、今後また子どもたちを巻き込んだおかしな動きが教育現場で次々に起こってくる可能性がある。だからこそ問題提起、現実に今起こっているものについて提起し続けてきた、この数回の情熱事業だったわけですが、ちょうど間もなく7年になろうとしている北海道の北星学園余市高校で勤務していた時、俺がずっと思っていたこと、なんで温かいはずの教育現場で子どもたちがこんなにも傷つき、どんなにいじめられても先生たちは助けてくれなかった、あるいは自分たちいい加減にやってても注意さえしてくれなかった、なんでこんな悲しいことが起こってるんだろうか、一体日本の公教育はどうなっているのか、そんな疑問、それを木を見て森を見ないのではなく、森を見ながら木々と向き合う、その生き方を今こそしなければならない、そんな思いで日本最大、当時520の学校を管轄していた横浜市の教育委員に就任したのが間もなく7年になろうとしている。あの時10年ぶりに横浜に帰って公教育の現場と向き合った時、ああ子どもたちが傷つくのは必然だなって改めて思い知らされたような気がしました。まず教育委員は法律、教育行政の法律にのっとった中では最高権者、つまり全ての決定を5人ないし6人の教育委員が行うという法律の下で行政が運営しているわけですが、なんと教育委員は非常勤で、そして500校も管轄しているのにかかわらず教育委員会の実際の会議が月に2回しかない。これじゃあ何も決められないし、これじゃあ真実は明らかにならない、そんな教育行政の仕組みを突きつけられたような気がしました。だからこそ教育委員が今の位置づけの中で活動していては公教育は変わらない、そんな信念で聞かせて学校というプロジェクト、これを行って各校に出かけていって、さまざまな問題を先生方と忌憚なく話し合うというプロジェクトを赴任後すぐにスタートさせました。これがまた衝撃でした。まず一番最初にどの学校も共通で口から出てくるのは労働条件の話なんですね。我が校はこういう子どもたちの課題を持っていて、教育上の課題を持っていてという話は二の次で、横浜市は原則6年で転勤というシフトにしましたが、なぜ地域に根ざした学校なんて言いながら6年しか我々は入れないんですか、こんなのじゃ話になりませんとか、車通勤させてくださいとか、本当に驚きました。ああ、子供たちのことじゃなくて最初に出てくるのは自分たちの労働条件なんだな。さらに唖然としたのは、ものすごい荒れている学校に行った時、校長先生が嘆いてた。先生方、6年で転勤、短い短いって言うんだけど、うちの学校で3年行ってくれた教師は2人しかいないんだよ。荒れている学校は一刻も早く転勤したくて、そして落ち着いている学校には1年でも多く長くいたいと。彼らは何かを勘違いしている。横浜市の教員であって、その学校の教員ではない。それを全く理解していないような気がしてなりませんでした。つまり、もし本当に力のある先生がいたならば、そんな先生こそ非常に困難な学校運営に携わっているところに転勤させる。そういう人事権の発動こそ本来、教育委員会が行うことなのに、それさえも文句の対象になり、そして荒れてる学校は次々に教師が変わっていく、あるいは指導力不足教員のグレーゾーンの教師たちが次々に転勤を繰り返しながら子どもたちを巻き込んでいく、この背景には何があるのか、言わずもがな横浜浜教組、この日教組の存在がありました。教育困難校に行って職員全員とこの荒れた状況について何とかしようと話しているときに、これも驚きました。いきなり教頭先生が、私たちが話をしている最中に、すいません先生方、これで
4時45分になったので会議は終わりますといきなり宣告。そうですよ、勤務時間のコアタイムが4時45分だったから教育委員が行って現実の問題を先生方と話し合っていても4時45分になったら会議は終了、この後は超過勤務手当になるけど教育委員さんいいんですか、ということを言ってくるわけですね。ああこれじゃあ悩んで苦しんでいる子どもたち先生に助けてもらえないというのは当たり前だな、悩みを打ち明けてカーンでゴングが鳴って今日はここまで残りました、これじゃあ先生たちを信じないのは当たり前だな、そんなことを痛感しました。とはいえそうやって守りながらも本当に一生懸命やってる先生方もまた同じ数だけ、だからこそそんな先生方と共同してそんな真っ当な先生方が堂々と正論を言える教育現場をどう作っていくのか、そのための動きをした中でいつも提示しているこういった教材が次々に私の元に寄せられてくる、このままじゃダメですよと、とにかく我々が動きましょうという動きは今横浜の中で大いなる動きとなりつつある、正直に言って今はなったとは言えない、なりつつある、それを今日教組内閣がせっかく正常化に向けて少しずつ進み出したものをまた壊そうとしていることはまさに事実である。横浜では正しい歴史教育をしようという議論を教育委員会でずっと行ってきた。例えば教科書の問題についてはまた改めて年明けの授業で行いますが、我々が自伝を書こうとしたら一体あなたは何から書き始めるだろう。普通は昭和何年、平成何年、大正何年、明治何年、何月何日、何々県、何々市で何々さんと何々さんの子供として生まれた、そう自分の誕生から書く、これは自伝としては当然だろう。じゃあ我々が習ってきた歴史教科書一体何から習ったか、なんと日本の建国については一切書いていない、日本がどのように起こり日本がどのように踏襲されてきた国なのか一切書かれていない、つまり親さえいないで人生生きなさいと教えている歴史教育、まさにそのままだった。だからこそ真っ当な歴史教育をしよう、日本はどのように我々が受け継いでいかなければならないのか、それを考えようということで自由者の教科書を一部の採択区で採択した。今年の採択は市内の全ての子どもたちに育法者の教科書を採択して、来年の春から育法者の教科書が使われる。それに先駆けて一部の学校で新しい歴史教科書系、期限がしっかり明記されている自由者の教科書を採択したとき、驚くべきペーパーが横浜中に乱れ飛んだ。それがこれですね。学校の教員たちが入り、新しい歴史教科書でどう教えるか、そして浜教祖教文ニュース、こんな風に教えましょうというものを、これを学校ポスト、本来は学校の郵送物、保護者との郵送物、学校間の郵送物のために使う、そのために税金をつけて行っているこの学校ポストを利用して、なんと組合の自分たちのこんな教科書を使わずにこう教えましょうというペーパーを全教員分配布していたという事実が明らかになりました。彼らは公務員とはどのようなものなのかって分かってるんだろうか、あるいは学校ポストが何のために使うものだということが分かってるんだろうか、そして学習指導要領で定められ法律のもとに採択された教科書の重さを分かっているんだろうか。自分たちのイデオロギーに対峙する教科書は一切使わず別のことを教えましょうと教育している。例えば赤穂浪士の討ち入りは当時の集団報復事件であるとかね、二宮金次郎、神奈川が生んだ、まあ、国民的な存在、これも戦争に駆り立てて利用されただけの存在である、とうとうこんな風に教えましょうという自分たちの独善的方針が書かれている。当然彼らは子どもたちのためとわけのわからないことを言いますが、子どもたちは教科書に基づいて受験を受けるわけです。つまり受験を作る側は採択した教科書に基づいて問題を作るわけです。その教科書と違う内容を学校の教科書で教えていたら、塾に通わなかったら
志望校に合格できないなんてことが起こるのは当たり前なんですね。なぜ多くの子供たちが普通で考えて月曜日から金曜日まで、例えば数学なら週4時間とか、英語なら4時間とか、国語なら4時間とかって、なぜそれから部活をして、さらに塾に行って両方の宿題をこなさないと自分の志望校に行けないなんてことが起こるのか。大人の世界でこんなこと言ったら笑われますよ。その正体はまさに一部の教師たちの人事権を行使までするイデオロギー集団日教組の存在が、子どもたちの教育を受ける機会を大幅に奪ってしまっていると断じます。本来教科書に載っている資料、教科書に載っている文言、なぜその教科書を使うのか、それを考えたらそんな軽はずみなことはできる由もない。子どもたちのことを本当に大切だというならば、採択された教科書以外の教科を教科書で、あるいは自分たちの資料で教えるなんてことは教師として初めから絶対にありえない。それさえ理解しない、そんなイデオロギー教師たちは一刻も早く子どもたちのために教団を去らなければならないと思っています。もしこの情熱事業を見ている心真っ当な先生方がいるなら、ぜひとも一緒に声を上げてほしい。やっぱりこんなのおかしいよ。今までそうだったかもしれないけど、今までとこれからは違う。子供のためにきちんとした教育をしていこう、そんな声を上げてほしいと思っています。そして教師以外でこの情熱事業を見てくれている皆さん、真っ当な教育をしようという教師をぜひ応援してあげてほしい。先生方はダメだダメだっていうのはたやすい。しかしダメな先生がいる一方で、日教組という存在がある一方で、歯を食いしばって必死になって汗を流している先生たちがいる。その先生たちを見つけ、励まし、支え、正常化のために共に力を合わせながら進んでいこう。本当に今年一年、この超人大陸を通して皆さんに思いを訴えたことを誇らしく思っています。しかし私の持っている資料はこんなものではございません。これからも現実に行われていることを明らかにしながら、ならばどうするのか。来年は今回の数回の事業は問題提起の事業だったと思っています。起承転結、これから今度はその問題を受け止めた上でどう再生していくのか。来年はそういったことも織り交ぜながら情熱事業展開してまいりたいと思っています。本年も本当にお世話になりました。良いお年をお迎えください。